そうですねチャンゴマさんが、えー、と祖父母を大腸がん、肺がん、皮膚がんでなくしてますと、やっぱり心配ですよね。うん、なので、えー、自分自身のその遺伝子はひょっとしたらそういう風になりやすいのかもしれないと。だから、まあ、生活スタイルね、ね考え方をすあのしっかりと、えー、シフトする。今までのやり方がまずかったんだったら、そのやり方は変える勇気を持つということですね。はい から林さんは糖尿病まで行かなくても、えー、糖や脂肪を取りすぎ、まあ何でもそうですよね。あの人間って本来太らないものなんで、あの太ってる時点で基本的には取りすぎですよね。で、腹八分って言いますけど、健康の秘,秘訣ですね。ただ、まあ当時のね、例えば戦前の人たちよりもいいもん食べてるんで、肉も食べれますし、だからだから寿命伸びてるんですよね。うんだから まあ取りすぎないようにして、今利用できるそのエネルギーというのは、しっかり使った方がいいよってことです。はい。えっ、ー、と、時代さん、高タンパク質に食については、高タンパク質がいいという考え方は全くないですね。はい。あの、基本的に人間の体って、自分の体の、足りなければ自分の体の,あの部品をですね、壊して作り直す能力を持ってるんで、たくさん食べればいいというわけじゃないですね。一部の人が有効な、 可能性があるってことですね要はその高タンパク質に相当するアミノ酸不足の人ですよね。でもアミノ酸不足だけなのかっていうと、実はね、そこはビタミンが足りなかったりだとか、腸の環境がね、栄養,栄養っていうか、その栄養を取ればいいとじゃなくて、腸の環境がなくて炎症が激しい場合はですね、そのどうかって言って、タンパクを作ることができない体になっちゃってるんですよね。 だから、どん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 以下といってあの、失っていくばっかりになることなので、まあ、高タンパク質、まあ、わかんないですね。やったことないし、あの必要な感じも理論的に出会ったことがないので、まあ、一部そういうの好きな人いますけど、絶対やんないです。あの、人間の体っていうのはですね、糖質とタンパク質分解する能力そんなに高くないですよ。だから、糖質も取りすぎてもですね、あの,糖の、あの腸の中の,その分解する酵素っていうのは結構足りないし、 当然、タンパク質も、ね、たあの分解する能力が足りない。なので、まあ、ほとんどそのはあれです、ね、腐敗した状態の腸にも行ったら、まあ、便が臭くなったりだとか、ね、便秘になったりだとか、そんなことになりますので、まあ、タンパクもほどほどですよね。だから、まあ、バランスよくあのを摂取するような心がけになるんですね。で、バランスよくっていうのはちょっと語弊があって、ですね、えー、最初の腸内の環境を整えるときには、まあ、いわゆるバランスよくとっていたらですね、あの 振り戻せない。どっか悪い方に振ってたらですね、反対に戻していこうと思ったら極端にやらなきゃいけないんで、まあ、その時点ではね、いろいろそういった極端に振るようなことしますけども、まあ、最後はね、日本人が昔から食べてたものを食べましょうって、それにちょっとした肉を足すっていう、そういうイメージだと僕は思ってますし、まあ、今そんなにそのゴージャスなご飯は食べてないですけど、まあ、日本人に合った形でも、最後は持っていくってことですね。はい。えー とマブマブさんは慢性疲労で大変、うん、大変、ま、大,変大変。今、休養中です。体調よくな,なりますよ。でもね、その慢性疲労っていうのは、そのいわゆるストレスがすごくねあの、多い時ですね、コルチゾールっていうのが分泌されて、あのいわゆる、なんていうかなあの、虎を見て戦うか逃げるかみたいな状況の状を体にずっと置いている状態になると、すごく疲れちゃってて、 回復、本当の意味で回復できるのにね、それこそ1年とか2年とかかかる人もいるんですよね。だからちょっと無理はせずに、あのゆっくりやったほうがいいと思います。はい。えっ、ー、と、ボンブロスは質の良いものなら、豚、ほんこあやったことないですね、ボンブロス。っていうのは、えっ、ー、とですね、コラーゲンの種類で、まあ、5種類あるんですけど、やっぱりその牛のコラーゲンと鳥のコラーゲンがやっぱりいいんですよね。だからちょっと牛、ちょっとあの豚わかんないですね。 また、いい豚って入手なかなかできないですよ。うん。あの、いい餌食べてて、環境でいい豚って入手できにくいし、そういったところを謳ってるのは難しいんで、まあ、本当にいいのあればいい,いいのかもしれないですけど、やったことないんで分かんないです。で、ホワイトラブラス、患者指導でーボおー、大変。便秘ですとかアドバイス。MCT オイル摂取で少し変化。おいいですね。本当に。うん。あの、一つ取り入れてみる。そうですね。さサプリ飲んでないけど、MCT オイルは週に 5回ぐらいコーヒー飲んでるんで、一応それは定期的に取ってますからね、はいえーと。酸素、なんとか水とミネラルたっぷりのオイスおいしさしよう。ああ、少しよた、いいですねでも。自分に調子よくなった方法が自分にとって正しいですよ。副、え、腎、ーまあ、疲労、そうですね。コルチドールかあのが過剰で、副腎疲労っていう単語で処理されますけども、じゃあ、副腎疲労だからどうするっていうのはなかなか難しいんですね。結局、健康的なライフスタイルに戻していくってことしかないですからね。 で、林さんは、便秘に対して病名を言って漢方を毎日朝言うのですが、腸にとって大事ですから、まあ、その薬飲まない方がいいんじゃないうん。飲まないで出るようにするのが大事ですよね。で、えー、と57歳の女性ですけど、そのスクールの女性でね、もう今までずっと便秘だったと。で、てか、便秘だったことに気がつかなかった。1週間に2、3回お通じが出るのが当たり前だったので、僕に話して、便秘だって言われてびっくりしたって人がいましたけど、 その女性の方は、まあ、大体3ヶ月後から6ヶ月後ぐらいのところで、ですね、まあ、お通じが毎日出るようになって、であの今、本当に便通を促すための腸の先生とか始めてるぐらいですね。うん、だからやっぱり、50何歳とかでもあの変わる人は変わりますよ。だからさすがにあの諦める必要はないし、できればお薬を、ね、使う頻度を落とすようにできることが大事かなと思います。 まブ、あ、まあ、さ、リーキーガット、他人がと思ったら自分になってそう,そうなのリーキーガット、うん。なかなか診断難しいけどね。はい、えー、っと、細尾さんは MCT オイルをお味噌汁に入れてもいいですかいいじゃないですかね。ただし、えー、っとですね、まずいと思いますね。あの、単純にまずい。あの、ブレン、オイルってね、ブレンダー使わないとまずいですよ。はっきり言って。 だから、味噌汁ブレンダーやれないんでどうかなって。まあ、あの、大丈夫ならやってもいいと思います。えっ、ー、と、毎日肺便があっても腸内環境悪いこともあるんですかありますね、これは。僕は、あの、よくみんなにお伝えするんですけど、食べてですね、その食べたものが大体1日から2日で出てこないとダメですね。で、それで出なければ、あの、便秘です。だから、毎日食べていても、出てる便が1週間前に食べたものだったら、それは便秘なんですよ。 で、よく、僕も外来でよくあります。レントゲンを取るとね、腸の中にずーっと便が溜まっていて、まあ、ところてんみたいにね、食べたら出る、食べたら出るって、後ろからつつかれて出てくるだけなので、毎日排便があること、イコール便秘じゃないってことにならないです。あの、毎日排便がない、イコール便秘は合ってますけどね、毎日排便がある、排便があっても便秘ってことはあります。えー、っと、大村さんはボンブロスファスティングの後で、糖分、回力が回復した後、糖とはどんな付き合いこされてますか うんこれは一言では難しいですね。ただ、えー、っと、蜂蜜とか黒砂糖を何百グラム食べる勇気がないですね。あの僕自身は糖の分解能力、そんな高いと思ってないんで、必要な分しか取らないです。はい、朝のバターコーヒーは、口角感じられ続けてます。注意点す、注意点、うーん、まあ、ダイエットを希望してる人だったら、朝のバターコーヒーもカロリーだよってことは覚えてた方がいいですよね。 あのエネルギーチャージでインシュリンを出さないための、まあ、ものなので、そういった意味では、えー、と朝ごはんのとして十分対応が効くし、もうそのままやっててもらってもいいんですけど、ダイエットしたいんだったら、朝の,そのもう、ね、ブラックコーヒーにしといた方がいいかもしれないですね。はいまあ今日はこんなもんですねあ、ちょっとだいぶ長くやっちゃいましたけれども、すみません、ちょっと今から、ね、またスクールの人にですね、えー、とインフルエンザのなんかレクチャーみたいなことするんで、ちょっと十時間なんで。 まあ今日はちょっとここまでにしたいなと思います。本当に皆さんありがとうございます。